芝がむき出しとなったゲレンデ。太陽が照りつけると春を思わせるような真庭市のヒルゼンベアバレースキー場です。先月下旬にオープンしましたが、雪不足で今月14日の夜から営業を休止しています。ここに積雪計がゲレンデのあるんですけど、これ見ていただくように一応0センチということで、うっすら雪はあるんですけど、スキー場として滑走できる状態では今のところない感じですね。背景にあるのが気温です。真庭市蒜山上長田の日ごとの最高気温を見ると、今月に入って昨日までの18日のうち平年を上回ったのが15日、特に12日から3日間は10度を超えました。この気温では人工降雪機を使うこともできないといいます。出だしからはすごく雪がに恵まれて、お客さんもたくさん来ていただいて喜んでいただいたんですけど、こんなに雪が消えてしまいました。本来ならウィンタースポーツを楽しむ多くの人でにぎわうこの時期、県北では今週末以降一転して雪の降る日が続く予想で、営業再開へ恵みの雪を待ち望んでいます。今月末にかけては本当にすごい今季最大の寒気ということで、それにすごい期待しているところではあります。